指を加えて待ってるのは論外ですよね。一橋大学イノベーション研究センター教授の米倉誠一郎です。私が塾長をおよび監修を務めるアメリカンエクスプレスインサイトビジネスフォーラム、これはですね、ビジネスオーナーの皆さん、あるいは経営者の皆さんと共にこれからの日本について考えるものすごいエキサイティングなセッションです。今回のテーマは成長するアジア、そして ASEAN。 で、皆さんご存知のように先進国の成長は非常に鈍化してますね。そうすると結構デモクラシーの基盤があるアジア、 ASEAN、 この ASEAN、やっぱり経済成長のおかげでですね、所得水準がものすごく上がっているんですね。ということはですね、今までは低賃金を利用した生産拠点、そんなイメージがあった ASEAN がですね、実は豊かで巨大なマーケットになっているという事実が見えてくるんですね。で、さて、その中でですね、今回は ASEAN に進出してものすごい実績を上げているダイソー、それからですね、日本でも成功したと思うんですが、もう中国では45店舗あるんですね。このジーンズの田中社長もやっぱり ASEAN って重要なマーケットだなと思っています。ASEAN なんか入っていくにはやっぱり人間関係をどう作っていくかが主で、やっぱりその外資規制があって、現地の企業と組まないと出られないんですよ、単独では、どこと組むかっていうことが結構重要なんじゃないかな。なるほど、今でそういう思案の段階みたいな。そうですね、結構うちアジアで有名なんですよ。まあ、さっき核という話がありましたけど、その企業のステータス、ASEAN とか中国決めるんで、だから力のあるブランドが好きなんです。日本で成功すると向こうから来ますよね。あ、そうするとやっぱり当たり前のことですけど、日本できちっと勝ってなければ、やっぱりそこでも勝てないよと。すぐこう組織作りたがるんです、本当は人間を作らなきゃいけんのに、そういう人間がいかないと必ずやられますね。遠くになればなるほど、自分のこと、要は社長のことや会社のことを理解した人間じゃないとダメだと思うんですよ。組織を作る前に人間を作れと、いいことですね。アメリカンエクスプレスインサイトでは、今後も皆さんが興味を持たれている話題、ビジネスのテーマ、それを取り上げていきます。